リープラッペバージョン1.0リープラッペバージョン2.0メディアを再生する2007年のポップテックでリープラッペプロジェクトに関して話すエイドリアン・ボイヤーゼイハット試作機によって出力されたリープラッペを製造するために最初にリープラッペによって製造された部品右の機械のすべての樹脂製の部品は左の機械によって製造されたとリコ・オリバーは リープラッペプロジェクトのメンバーバージョンにメンデルすでに出力された物理的な物体が保持されていて PC の画面上には次の出力物が表示されるメディアを再生するリープラッペの動画リープラッペ0.1物体の製造メカのレプストラッペのリープラッペ0.1試作機リープラッペプロジェクトはそれ自体を構成する大半の部品を製造できる 3D プリンターを開発する計画である D ープラッペは、溶融樹脂積層法、積層造形技術を多用する。この計画では商標である、フューズドデポジションモデリングを避けるために、フューズドフィラメントファブリケーションを用語として用いる。この計画では、すべての設計は、オープンデザインとして開発され、フリーソフトウェアライセンスの許諾化で、GNU ゼネラルパブリックライセンスで配布される。開発開始当初は、 自己複製技術の一環として、3D プリント技術の開発を進めてきたが、3D プリンターとしての用途の方が、本来の目的よりも注目されるようになり、事実上の標準機になりつつある。機械の自己複製のためにリープラップユニットは可能な、限り人々に廉価に供給し複雑な製品を、高価な産業社会資本や、化学機材を必要とせず製造可能にすることを、機とする。 この工程でリープラッペが進化することを実証すると、同様に指数関数的に増殖することを実証する。リープラッペは2005年に、イギリスのバース大学の機械工学の講師である、エイドリアン・ボイヤー博士によって創造された。リープラッペの進化と他の 3D プリンターの時、系列的な変化を示したリープラッペの可決オープンソース計画として、 随時改良され多くの派生型が存在し、設計者たちは自由に改造した利用途に応じて改良する。しかしながら、d プラ a p 3 d プリンターは、全体的に熱溶融性の樹脂としつきを、コンピュータ制御式直行座標系 XYZ 装置上に取り付けた構成である。装置は、鉄棒と 3D プリンターで製造された樹脂製の部品で結合される。 これらすべての軸は、ステッピングモーターで駆動され、X、Y 軸は、段付けベルト、Z 軸は、ネジで移動する。D プラッペの心臓部は、樹脂突出装置である。D プラッペで使用された初期の突出装置は、歯車で減速された直流性粒子電動機による駆動で樹脂の供給に反発して圧縮して、加熱容器を強制的に通過して細いノズルから出た。 大きな完成により直流電動機は始動、停止が素早くできず、そのため精密な制御が困難だった。そのため改良された突出装置では、ステッピングモーターを使用して、フィラメントが滑らないようにローレット加工された軸を通して供給することにより、精密な突出が可能になっている。D プラッペの電子機器には普及したオープンソースのアルディのプラットフォームが使用され、 ステッピングモーター駆動用の追加基板とともに使用される。現在のアルドゥイーノ派生型の3グイの基板と、さらに突出装置の制御専用の改良されたアルドゥイーノ基板が使用される。この構成により突出装置の追加や制御装置両方の拡張を施行する。これまでディープラッ e プロジェクトは2007年3月にダーウィン、2009年10月にメンデル、 2010年にプルサメンデル、ハックスリーの4台の機械を配布した。開発者たちはリープラッペが増殖、進化するので有名な生物学者にちなんで命名した。最初に公開されたリープラッペのダーウィンでは、XY のガントリーが移動する Z 軸のプリントベッド状に備えられた。ダーウィンの Z 軸は四隅にネジがあり、タイミングベルトで互いに連動して一斉に回転した。 制御用の電子機器は外部に設置された。ダーウィンは出力された修道部をすべての軸に備えた。メンデルではダーウィンの修道部が玉軸受けに交換され摩擦が最小化され、精度が向上した。ベッドは水平の Y 方向に水平に移動して、露出装置は X 軸方向内で水平移動して上下する。これにより上部が軽量化され、ダーウィンよりもコンパクトになり、 同様に、ダーウィンの4本の Z 軸のネジが覗かれた。メンデルで製造できる寸法は 200mm200mm140mm あるいは885.5である。計画のコアチームは、以下の者たちである、計画の講演者たち、日本国内においては、D-PRAPPE COMINITY j という団体が類似の活動を行っている。d p r a p p の目標は、 真の自己増殖機の開発である。ありがとうございます。